はい、どうもドローンウォーカー編集長の下木と申します。琵琶湖ドローンウォーカー永田です。はい、今回ですね DJI の空撮機マビックミニを使って、琵琶湖ドローンウォーカーの会社、はい、アジト、はいはい、アジトのですね屋根点検をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。以前もですねちょっとしたあの家屋、まあ、いつも使ってるグーフィーの屋根を点検させてもらったんですけれども、今回はもうちょっと規模が大きいのでこれを使ってどんな映像が撮れるかですね紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。いいよし、どうよし、よくよし、健康よし。いいします。ちょっと外せないですね。どうも。画面だけです。画面向きは2つあるんですけど、こっちの1列目。じゃあ屋根の点検します。実はこっちとかも見つけて、うん、
はい、というわけで撮影してきたんですけれども、はい、あのまあ、ちょっと下屋根より比べて工場、ね、工場じゃないか、はい、倉庫ですね、倉庫の屋根と、はい、まあ、ちょうどソーラー庫も乗ってて、はい、その点検も軽くできたのかなというところですね、はい、今回ちょっとシネマティックモードであのメンバーの大木さんに操縦してもらったんですけれども、地上ではそんな風吹いてなかったんですけど、まあ、ちょっと10メートルぐらい高さ上げたら若干流されましたね、うん、そうですね、やっぱりあの琵琶湖からの風がね、ここら辺ちょっと上に行くとやっぱりあるんでしょうね、そうですね、はい、これじゃガード、ああガード、これどうなんだろう、うん、多少はね、そうですね、はい、まあ、どうしてもですね、これ200グラム未満の ドローンなので若干風に流されやすい部分はありますね。なのであの、まあ、今回は、まあ、割と周囲に何もないロケーション、まあ、近くにまた隣に会社があったりしますけれども、もしこれ屋外で屋根の点検使いたい場合は一番やっぱ注意すべきところは風だったりとか、はい、あそこ倉庫なんですけれども、まあ、金属製でできていると、うん、このドローンとコントローラー電波でつながっている直進でつながっているので工場とかの場合は電波が遮断されやすくなる可能性があるので、そのあたりちょっと注意していただくっていうところが必要なのかなというふうに思いました、はい、今日もね途中で画面がカクカクと、そうですね、もう工場の真下で本当に多分、はい、工場やねん、工場じゃない、倉庫の真下で、はい、あのだったので、そのあたりはちょっと注意かなが必要かなというところですね、はいはい、なので運用するときはですね十分に安全に気をつけた上でですね、はい、やっていただければ画質的にはもう問題ないと思いますので、全然いけますね、はい、はい、大丈夫かなというふうに思います、はい、はい、というわけで本日は以上になります、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。